ちょこんにちは。さあ、豊さん。豊さんといえば予想大好きおじさん。当たんないけどね過去当たったことはあるんですか？ないんだよ。ない？順位予想、まあそのないんだよそのいや、まあでも A クラス、B クラスそういうのはあるし、それはそうですよね、うん、で西武の優勝を当てたっていうのは、うん、本当に数少ない人の一人だなるほど、ね、ピンポイントでね。まあそうだね。よく考えてください。セ・リーグだって6チームしかない。そう、パ・リーグも6チームしかない。そこの1位から6位を当てるだけでいいんですよね。いやでも当たんないから面白いんだろ、プロ野球。まあそうですね、毎回当たってたら。だってさ、ウサイン・ボルトがさ 100m 走るときに、まあ、彼が勝つよなって、うん、ただ記録が気になるよねっていう勝負はあんまり面白くないじゃない、うん。だって 100m 8人で走って誰が勝つんだろうってワクワク感が楽しいわけじゃない、はい、ね、だから当たんないのが面白いのまあ言い訳だけどねということで、はい、ここで豊さんに今シーズンの予想、中間予想をしていただきたいと思います。あのね、はい、言っとくよ、あくまでも中間だから、まあ、そりゃそうです。いや中間だから今日は順位をあまりつけないで各球団の俺が今思ってることを言うから、順位はつけない。順位は、まあ、なかなかこう A クラスと B クラスに分かれるかもわからないけども、はいはいはい、まだやっぱこうね、うん、いろいろ怪我人が出たりだとか、まあ、今年は慎重にやらせてよちょっとでも一応開幕前の予想っていうのはちゃんとやりますよね。あ、もちろんやる。それはちゃんとやります、ね。まあ、ちゃんとやる、まあ、それまでの、うん、なんか予備じゃないですけどプレ予想みたいな感じに今日しましょうか、うん、じゃあ。そうそうそう、まあ、セ・リーグ、パ・リーグじゃあ合わせて、まあ、何でもオープン戦と公式戦があるようにさ、俺もそのオープン戦と公式戦作ってよ順位予想のオープン戦と公式戦って何なんですかいや、まあまあそれもあるけどね、まあ、そうですね、それもあるけど、はい、まあだけど、うん、なんていうの、まあ、セ・リーグから行くと俺、セ・リーグから行きますか、よく見えてるのは、うん、DeNA だよ。今年ずっと言ってますよね。ずっと言ってる。でも怪我にいます。まあ、森とかね、はい、まあ、そういうのが怪我したけど、はい、それにとって変わるような戦い方をしてるよね、はい、今持ってもやっぱり強いと思うところってどこなんですか。やっぱり、ね、牧と宮崎がしっかりしてるっていう、はい、日本人でもね、うん、で外国人が外、はい、オースティン、うん、この4枚が機能するということ、うん、あとは桑原が一番でちょこちょこ打ってくれて、はい、っていうことで得点力は絶対あると思うんだよ、うん、あとはピッチャーがどうのこうの、はい、で競った時の足、うん、これがまたさ大橋っていうね、はい、代わり種が出てきたんだよ。めちゃくちゃ足の速い2投3投ってポンポーンっていったやつが今まで DeNA にいないタイプ、今いないタイプというかそういう野球はあんまりしてこなかったんだけど、はい、まあ、三浦監督がねチームの課題として埋めようとしてくれてる、はい、まあ、そこら辺が明確に見え出してきてる、うん、その明確に見え出してくると順位にも直結してくるというね、まあ、DeNA は俺はよく映ってるし、はい、オフの動き方とか、うん、いろいろ見ていてね、はい、やっぱ強くしたいんだっていうのが伝わってくるし、はい、だから期待したいなっていうふうには思う、ね、じゃあセ・リーグの A クラス入りの、まあ、頭角かなと思う一番目のチームが A クラスね、はい、A クラス、はいはい、まず DeNA、はいはい、じゃあ A クラス頭角2チーム目は2チーム目はね、うん、中日。ほう、中日。中日も非常に打つことに関しては打て出してきてる、うん、触れ出してきてる、はい、そうなってくるとあそこは本当にあの得点力が上がればすぐ A クラスだ、うん、ピッチャーがいいだけ、はい、で長丁場を戦う上で一番安定するっていうのはピッチャーを含めた守備だから、うん、で守備もあそこら辺は配置替えをしたりだとかいろいろしてまあまあうまいよ、うん、まあ、足の速い選手も立浪監督は使おうとしてるし守備範囲っていうことも含めてまあ安定した戦いにはなってくるかなっていうふうに思う。両方とも昨シーズンの B クラスではあるんですよね。そうそうそう、また楽しみですよね。さあ A クラス六角3チーム目巨人、悩みながらも巨人、うんうん、A クラス入りになる理由っていうところから聞きました。これはやっぱ大人のチームだよね、はい、でやっぱりレギュラー陣がしっかりしてるということ、うん、それに付随したその控えも割と力を持ってるというね、うん、まあ、例えば松原がダメだったら梶谷が多いとか、はい、梶谷がダメだったら松原がいるとか、うん、中田翔だったら中島がいるとか、はい、
はい、まあ、年齢的にもう中島は年だから、うん、今年どのぐらいのパフォーマンスを見せてくれるかわからないけどもね。だけどそこそこ選手はいるし、はい、まあ、しっかりしてるという、うん、まあ、大人のチームだなっていう感じさせてくれるよね。そうですよね、うん、ただその一瞬迷ったのはどこだったんですか。迷ったのはヤクルトが優勝してるということね、昨年、はい、で日本一にもなってるということ、うん、でヤクルトは現状変えるところがないんだよね。でもう決まっちゃってるんだよ最初から、うん、で決まっちゃってるところがちょっと不安だという。それは一角が崩れたと。あれ最後の最後にこう形取られてそのままいけて優勝した、はい、でも最初から形が決まってここが形が崩れた時にどう補うのかっていうことが危機管理がしっかりできてるのかどうかっていうところだよね。で新しい血というものを入れてないと、まあ、ここら辺がちょっとどうなのかなっていう。で、まあ、球団の体質的に優勝した翌年は4位とか、はい、まあ、そういう体質もあるだろうなって思う、うん、っていうことがちょっと悩んで、だったら大人のチームの巨人の方が常に A クラスにいるチームっていうところから考える、ね、うん、ちょっとね、うん、今のところだよ、中間だよ、中間、中間です、中間まだわからないけど、ね、であくまでこれ予想ですもんね。そうそう、今俺がキャンプを見てここまで感じてることだから、うん、はい、でもこれがあと2週間ぐらいでゴロッと変わる可能性があるから。そうですね、いやいや本当に誰かが怪我したとか、誰かが怪我したとかありますからね、十分に、うんうん、あの、でじゃあ A クラス3チーム目巨人で、 B クラスの1チーム目に入ってしまったのがヤクルトってなりましたけど、うん、残りじゃあ阪神カープ、はい、これはこの B クラスってなってだ、俺は阪神は力を持ってると思うんだよ、はい、うん、力を持ってると思うけど矢野監督が辞めるって言ったよね、うん、でこれは人の人生だから別にそれはそれでいいと思うし、はい、矢野監督が判断したことに対しては、うん、この時点で言うっていうことは別に何にも咎めないんだけども、うん、やっぱ選手側がどう捉えてるかっていうことだよね、うん、でキャンプを見ていてなんかちょっと元気がないというか、うん、あとちょっと和気あいあいと、うん、ちょっとね、うんうん、だから、まあ、そこら辺がやっぱちょっと心配だなっていう思うだけで、あとスワレスが抜けちゃってる。そうですね、抑えがどうなのかっていう、まあ、新しい外国人取ったみたいだけども、うん、まあ、そのピッチャーがどうなのかっていうこともまだちょっとわからないしね、うん、ちょっと不安な部分はあるんだよ今のところ。でもこれが解消されて厳しい顔にメンバーがこうガーッとこう盛り上がってきたら、うん、阪神は力のあるチームだから、はい、これはまたわからない。そうですね、あくまでまあ今の時点というところ、うん、これはね難しいよ。いやそうですよ、難しい、難しいよ確かに。だって予想ってあの占い師でも霊能力者でもないので、怪我とかどうなるかまでは見えないので、そう今見えてる段階 で、ね、今見えてる段階ではね、はい、でだからキャンプのこう順位というか、はい、そういうことだよ今は。あ今はそうですね、そうそう、キャンプの順位として見ればいいんですよね。そうそう、うん、でカープです。まあ、カープはやっぱ鈴木誠也が抜けて、はい、大黒柱、うん、精神的な支柱でもあった彼が、まあ、抜けるということ、まあ、それとそれを誰が埋めるのかということですね、うんうん、で中村翔成とか、はい、まあ、キャッチャー出身の打てるキャッチャーを、まあ、コンバートとかいろいろしてるけども、まあ、果たしてそれが機能するのかどうかっていうのがね、やっぱちょっと不安だし、うんうん、ピッチャー陣は、まあ、大丈夫だろうけども、まあ、ピッチャー陣はそこそこ、まあ、揃ってきてるけども、うん、その額面通りそこそこがそこそこ働けるかどうか、はい、まあ、ここもちょっと不安なところだよね。そうですね、うん、なので、まあ、今の段階で B クラスっていうキャンプの中でっていうふうに当てはまりました、はい、さあこのままパ・リーグもじゃあ、はいはい、行っちゃいましょう、はい、さあパ・リーグのじゃあ頭角 A クラス西武、これも伊藤さんずっと言ってますね、うん、やっぱ西武は隅田佐藤が入ったことによって東証国っていう年だと思うんだよ、はい、スタートの、まあ、高橋光成がいて松本がいて今井がいて、うん、まあ、渡辺っていう若い子がいてみたいな、うん、で抑えには平というね、うん、ピッチャーがいてみたいな、で隅田が入って佐藤が入って、だから結構確立をされてきたなという、はい、であそこは打てるし、で山川が復活するだろうし、うん、まあ、非常によく見えてる、うんうん、でもちろん野手陣はもう単独打線というか言われてる打線もあるので、うん、そこも加わってそうだ、ね、西武は A クラス。この前コメント欄でもう単独打線じゃないですよって言ういうコメントがあったけど、ね、何打線なんですか。知らないよもう俺ら単独打ってなそうですよ、まあまあいいよ、それはね、うん、もう血なんか違うみたい、新しくなる、まあまあ西武は本当によく見えてきてる、はい、
じゃあ A クラス当確2チーム目です。オリックスかな。ああ、まあ、昨年優勝しているオリックス、これはこれはやっぱり山本、宮城、この両先発がまあしっかりしていることと、力のあるピッチャーが多い、はい、まあ、それとやっぱ3番に吉田、4番に杉本、あとはこう周りを固めている紅林も成長してるし、はい、まあ、いろいろいい選手もいるよね。対照的なのが去年セリーグ優勝のヤクルトが一応 B クラスっていう予想の中で、昨年優勝パリーグのオリックスは A クラスっていう、あそこはねあんまり形が決まってないと思うんだよね、はい、まあ、福田でも悪かったら代わって入れる選手もいるし、はい、まあ、宗がいてみたいな、うん、あそこはなんかこういろんなこう競争の中で変化をもたらしてくると思うんだよ、はい、だからまだまだ気が抜けないけども、でも優勝では俺はないと思うんだよね。そうなんですね、うん、長らく優勝してなかったチームが達成感を味わうとどうしても気が抜けるというかさ、はい、まあ、それによって給料も上がってるなんですね、うんうん、だからちょっとホッとしてるのかなっていうところがちょっとあるかなって思うんだよね。さあ A クラス当確3チーム目これ難しいんだよ。ロッテもいますよ。ロッテかな。あ、ロッテここ、うん、はい、やっぱ佐々木朗希の爆発力かなと思うよね、はい、ここら辺はやっぱこうチームを牽引していくだけの力、佐々木朗希っていうのはなんか備わってきてるしね、はい、荻野とかそういうベテラン連中が角中とかね、うん、ちょっと心配な部分ではある、うん、これなぜかというと井口監督が若手を期待して使い続けてるんだけど、いまいち数字が上がってこないんだよね。うん、そこそこいいんだけど、はい、あ、レギュラーもう任したっていうことにはならないんだよ。だからそこが引っかかるんだよ、楽天と。楽天と引っかかるんだよ。引っかかるとこがそこなんだよ。そう。で、楽天はちょっとバランスが悪い、やっぱり左が多すぎる。まあいいんだけど、はい、いいんだけど相手から見るとあれだけ左がいると手は打ちやすいよね。はい、よし、右がいないんだったら左でいけみたいな。だから組みやすしっていうところがそこかなって思う。楽天ピッチャーとかどう？まあいいよ、名前はたくさんいる、うん、でマー君も昨年勝てなかったっていうことではないと思う、今年はね、うん、だけどじゃあ涌井がどうなの、はい、ね、則本がどうなの、岸がどうなのって言えば、うん、まあ一頃の力よりは少し落ちてるよね。まあそうですよね、うん、だからそこら辺は差し引いて、まあ滝中とか早川とか若いピッチャーいるけど、はい、だからここら辺がやっぱり昨年のパフォーマンスを見せてくれる。うん、見せてくれたら優勝もあり得ると思うけどね。何か一つのきっかけでまた変わってくるんだから、うん、だからそこら辺が難しいところなんだよ。もうハマったらお前ね俺もこう言ってるけど苦しいよすごくみんな一生懸命やってるからね。そりゃそうですよね。プロでみんなやってるわけであって、そりゃそうなんですよね。でソフトバンクが今年は、はい、今年は俺は藤本監督になって、はい、やっぱり育成とか、うん、そういうことを考えてる年なのかなって思う、はい、うん、それでうまく選手を育ててもう一度黄金期を作ろうという。だからレギュラーもそんな決まってないと思うんだよ。栗原、甲斐、柳田、はい、中村、はい、まあそのぐらいしか決まってないけど、今宮もやっぱ出たり出なかったりとかすると思うんだよね、はい、体調的にも体のね負担とかいろいろ考えると。そしたらやっぱセンターライン二遊間ということが、まあ三森が頑張ってるけどセカンドでね、だからまあそこら辺がちょっと不安定だとどうなのかなって思う、ね、今ちょうど入れ替えの時期なんでしょうね、ソフトバンクは。あれ日本ハム、日本ハムはやっぱり、まあ、B クラスかなまだ。うーん、いやそれはね魅力がある、はい、うん、成長の歩幅っていうのはすごく他球団より大きいかも。はい、まあ、だけど A クラスに入るにはもう少し薄っぺらな実績よりもやっぱ確固たる実績を今年作って来年勝負してほしいなっていうふうに思うね、うん、まあその期待ですよね。だから今年っていうのはいや見たいのは日本ハムの野球だよ、はい、楽しいもん。いやそうなんですよ、うん、そうなんですよ。だからこれはプロ野球としてすごく大切なことだし見たいと思わせるのね、うん、ただやっぱりレギュラーがじゃあ誰なんだっていうことになってくると、うん、看板選手がまだいない近藤ぐらい、そうですね、とか、まあ、ピッチャーで言えば上沢とか、はい、伊藤大海とかね、はい、まあ、いるけど、まあ、だけどやっぱ誰がレギュラーでしっかりそのポジションの責任を持って守るんだっていうので、うん、まあ、そういうことができてくると A クラスっていうのは見えてくると思う。そうですね、あとはこのオープン戦です
すごく今いい成績というか頑張って若手たちが引っ張ってますけど、これがじゃあシーズンになってフルシーズン戦うってなった時に持続力というか、まあスタミナだよね、はい、スタミナまあ、精神的なスタミナ、うん、体力的なスタミナ、うん、まだまだ兼ね備わってない選手がたくさんいるよね、うんうんうん、だからまあ今年はいいんじゃない、うん、ただ着実に強くはなってる、はい、そうですね、うん、なんかその基礎を今年とか来年でこう築いていってくれるのかなっていうところですよね。いや苦しいよ、もう話すのが。いやそうですよね、特に A クラスと B クラスのこの境目のチームを言う時の、あの絞り出すような涙目になりながら。いや、やっぱりね、みんな一生懸命やってるからさ。そりゃそうですよ ね、だから苦しいよ。確かになんで順位表しなきゃいけないのかなと思うもんね。でもすごくなんかあれですよね、結局は1位から6位って最終的に出る世界じゃないですか。だから勝負の世界っていうか、なんていうか厳しいところもあるなっていう。そうね、うん、まあ、ジャイアンツが優勝できないっていう理由は一つだけ、はい、ちょっと私ここで言わないで、これはまた後ほどと。そうですね、これはまた別の動画でその理由を明かしてもらうとして、 その理由があるんですね。あるなんかこれドラマの続き、すごい犯人誰みたいな、え、気になるじゃないですか。これある。じゃあそれ次回ということで、次回なんだかね、ちょっと先になるのか分かんないんですけど、いずれか出るということで、この動画、はい。